イエス・キリストは道であり、真理であり、命であります。誰もキリストを通らなければ、神様の身元には行くことは全くできません。彼こそが神様への一つだけの道であります。他には神様への道は全くありません。彼が十字架の上で死なれたのは、私たちの良い行いにより神様に近寄ることはできないので、彼は十字架の上で死なれました。彼は最も苦しい死に方をし、私たちのために、私たちの罪のための身代わりとなり十字架の上で死なれました。イエス・キリストだけはこの神様への道です。イエス・キリストが私たちの永遠この死後どこで永遠どこで過ごすのかというものを決める私たちの運命に関わるお方であります。なのでこのお方を信頼しない者はこの聖書に書かれてある通りこの神様の怒りがその人の上にとどまっているということが書かれてあります。こう御子を信じる者は命を持つ、しかし御子を信じない者にはその命に預からないばかりかその人の上に神様の怒りがとどまっているということが書かれてあります。 Jesus is the only way to heaven, the only way to God. The Bible says that he who believes in the Son shall see life, but he who does not believe in the SonShall not see life, but the wrath of God remains upon him. このイエス・キリストという方は完璧にその神であり完璧に人であります。彼はその父の見つかに使われてその自分の命をこの世の罪のために自分の命を捨てられました。彼はその十字架の上でその自分の敵のため私たち人類すべて神様に罪を犯した人たちのために十字架の上でその苦しい死に方をし、その自分この杯を取り、その神の怒りを自分の身で負いました。You know, so Jesus Christ took on the wrath of God. Jesus Christ died for his enemies at the cross. Jesus suffered and shed his blood at the cross. その自分のそのこのキリストという方がその自分の血を流したのは私たちの罪の代価を支払うことができるように支払うためにその十字架の上で私たちのために死なれました。3日目によみがえったということは現実であります。これは本当にそのイエス・キリストという方がその3日の間その墓で葬られていた時にはその大勢の群衆がそのエルサレムに集まってきてその杉越の祭りを祝っていました。なので本当に弟子たちがそのイエス・キリストの体をその墓から盗んだとしたら他のその群衆の人たちがその弟子たちがそのイエス・キリストの体を墓から取り出したのを目撃しこれをローマ帝国の人たちにもユダヤ人たちにもそう訴えたでしょう。それで弟子たちも自分自身でその自分たちのそのメッセージこのキリスト教そのイエス・キリストの教えを反対している者がこのキリストの体を隠したということを認めていることを認めているのであります。 So even the people who were opposed the message of the gospel at that time, even they, you know, they said that, hey, you know, even our enemies are saying to us right now that we've hidden the body of Jesus somewhere. So there was even enemy, the disciples even admitted that their own enemies were saying that they hid the body of Jesus.しかし本当にこの弟子たちがそのイエス・キリストの体を盗んだとしたらそのローマ帝国のその立法法律によりその罪人の体をその墓から取り出す者は全てその刑罰を受けるということがはっきりと書かれてありそのローマ帝国はそういう自分たちがそのこの書いた法律を必ず実践します。なので本当に弟子たちがイエス・キリストの体を盗んだとしたらこの弟子たちの中にも本当のユダみたいにその弟子たちを裏切る人がその初代教会の中には多くいました。なので本当にそのキリストの体を盗んだとしたらその裏切ったその弟子たちを裏切ろうとイエスの弟子たちを裏切ろうとしている者がその弟子たちがそのイエスのキリストの体をどこに隠したのかというのをそのローマ帝国に報告してしまいます。それあとはユダヤ人たちもあのローマ帝国にイエスキリストがの体を隠した弟子たちを逮捕するために逮捕するよう促すために彼らは一緒に彼らはその
ローマ帝国に反乱を犯しました。So even the Jews, you know, they wanted to know where the body of Jesus, the disciples had hid the body of Jesus. So they even rebelled against the Roman Empire. Even the early disciple, the early church, there were people who would have betrayed the disciples if they had hidden the body of Jesus somewhere. しかし彼らはその敵たちもそのイエス・キリストの体を、弟子たちがそのイエス・キリストの体を隠した場所をそのどこにあるかとは弟子たちは全くそういうことは言いませんでした。しかしその5000人の目撃者が本当にイエス・キリストが墓から出てその体を触りその本当に復活体イエス・キリストご自身を復活を目撃した人はその500人以上いました。So Jesus did rise from the grave. 本当にイエス・キリストという方は墓から復活されました。しかしどれくらいそうイエス・キリストが復活されたその直後にこの第1コリントの15章にあるそのイエス・キリストが私たちを罪のために葬られその十字架の上のために私たちの罪のために死にその3日の間葬られその復活された聖書により復活されたということがいう教えがそのイエス・キリストが復活されてからさ数ヶ月後に書かれたこと言葉であります。So even the, in 1 Corinthians 15 verses 1 through 6, it says that Jesus died for our sins in accordance with the scriptures, was buried in accordance with the scriptures, and rose again in accordance with the scriptures. That was written only months after the fact that Jesus rose again from the grave. なので本当にこの、あとはその聖書の、その新約聖書には、その2500の、2億5000の、5000、の書物がその聖書の書物がたくさんあります。その当時書かれた聖書の書物があります。聖書の書物がたくさんあるということはその人がその聖書を操ったりその聖書の言葉を書いたりすることはする可能性がものすごく小さいとものすごくそれはものすごくそういう可能性がないということが、が確かです。So, you know, the thing is that どんなに、しかしそのどんなにこの聖書が本当このイエス・キリストが復活されたこのイエス・キリストの言葉が真理であるとどれくらい私がその証拠を皆さんに見せても皆さんがそのイエス・キリストに従うか従わないかという決断は皆さん次第であります。So, 私が初めてこの聖書を読んだ時その日系アメリカ人に向けたそのイレンメディアが私にその聖書言葉を見せてくれました。その当時そのクリスチャンになる前は私はそう同性愛者で毎日そのポルノ同性愛者向きのポルノを2、3回見ていてあとはニューエイジの宗教その全ての宗教が根本的に同じで神様への道だということを信じていました。それで初めてその聖書の言葉に触れた時私は本当にこの聖書に書いてあることはその自分の生活が間違っていてあとはその自分の生き方はその神様に対してはその間違っていてあとはその自分の生き方は罪深いということは分かりそう自分がものすごく責められました。あとはその自分が信じていた宗教は根本的に間違っているその自分のその世界観は間違っていると聖書が語っていたのでその神様にから聖書の神様とは何の関わりも何の関わりもないように何も聖書の神様から何も聞きたくないその聖書の神様から判断して私はその聖書を捨てその聖書から逃げてしまいました。And, I was that way because I grew up in a family that was full of witchcraft. 私はその魔術を行っていた家族と育ったのでそういう世界観がありました。その魔術ではその自分自身を信頼しその自分自身の心を信頼せよということがその第一の規定であります。しかしそのキリスト教ではその自分自身を捨てその十字架を背負いそのイエス・キリストに従いその自分の思いにはより頼らずその神様に信頼を置かなければならないということだったのでその私はその
私 の, あの 生まれつき信じていた世界観は間違っているということが聖書に書かれてあったので、ものすごくその生きている神様に腹を立ちました。 And、I ran away from God, you know, and、that was, you know, when I was 4 years old, my family did a lot of witchcraft, you know, a sexual ritual abuse on me. And、when I was 5 years old, they did witchcraft to me.I participated in a witchcraft activity that my friend was doing at the back of the school playground. So, 私はその4歳の時に、その魔術により、その魔術による性的虐待を体験し、そのあと、小学校1年生の時に、私はその自分の友達の家族と一緒に、その魔術を、その小学校の後ろで、裏側で行いました。And because of all that witchcraft, I believed, I felt that I was born this way. 私はその魔術を子供の時行っていたので、そうやって魔術を行った後に、私は生まれつき同性愛者なのだということを、という嘘を信じてしまいました。And, and also, you know, my grandma also did witchcraft. You know, she actually told me to go to the Hadaka Matsuri, which is the naked festival in Japan. And she even prayed to demons after my mom and dad got into a fight with each other. And she thought that people were an obstacle to be overcome by money. この、私の、おばあ、祖母は、いつも魔術を行い、その、私の両親が喧嘩になった時に、その偶像の後ろにいた悪霊を礼拝し、私がその小学校3年生の時にその裸祭りに行って、その完璧裸になって道を歩くように私に促し、あとはその人々は、その自分の家族の人々は、そのお金により乗り越えることができる障壁だということを信じていました。So that's how I was grown up in.And so when I was in high school, I was full blown into that homosexual lifestyle, into that pornography, and into the New Age movement. だから私がその5歳の時に、私はその毎日ポルノを2、3回見ていて、その同性愛者向きのポルノを2、3回見ていて、そう同性愛向きの、同性愛者の生活をしていました。さあ、あとは本当にその瞑想やヨガをものすごく熱心にしていました。And, you know, one day God showed me the Bible through Eden Media. そのエデンメディアを通して私に聖書の言葉を見せました。その聖書に書いてあったことは、その私の、信じていた世界観、私が行っていた魔術、私が同性愛の生活、私のポルノの生活は全て間違っていて、その神様に反することだということが、その聖書により私に明らかにされました。なので私は本当に心が責められて、その神聖書の神様から逃げるようになりました。神様から逃げてしまいましたが、その本当に神様、その聖書の神様ご自身が私の魂を体から出し、本当に地獄の門という場所を私に見せました。その時私は本当に地獄に行くのにはふさわしいものだということは分かりました。罪深いものなので、その自分が犯していた罪を、その時はっきりと私はそういう神様が良い方、義なる方であり、私が本当にものすごく悪い罪を犯したということは、その地獄の中でそういうことが明らかに、私に明らかにされました。And I used to think that all the secret sins that I used to do, where I used to lock my door and、sin in my closet, go under the covers and、watch pornography, that God wouldn't, that if other people weren't around and if I turned off the lights and did sins in secret, that God would not judge. その私が部屋の、鍵をかけて、他の人が見ていないところで、その暗闇の中で、その毛布の下で行っていた、そのポルノの罪は、その神様によりは裁かれない。その神様はそういう罪をもう見逃す、そういう罪は見ていないということを信じていました。しかし、その聖書には、その隠れているところで行っているものは、すべてその明るみに出され、その自分が暗闇でやっていることは、すべて明かりにより、その明らかにされるのだということが、聖書に書かれてあることを、その地獄ではっきり理解しました。あとはその神様ご自身が私たちの心の秘密のを全て裁くということが聖書に書かれてあります。そう、あとはその心の中で犯して、心の中の罪は全て
神様により裁かれるということが聖書に書かれてあります。なのでそういう罪をからあの許しを求めているならば、このイエス・キリストという方しかありません。このお方は完璧に神であり完全に人であります。 So if you want to have those secrets of your the secrets counsels of your heart the secret sins of your heart to be forgiven, it's only Jesus Christ and his blood. You know, Jesus Christ was fully God and he's fully man. So 皆さんはこういう私が言っていることに反対、この聖書を言っていることを反対しているかもしれません。あとは私を迫害することによって神様に神様にものすごく良いことをしているのだと、神様に仕えているのだということを信じている人がいるかもしれません。 So many of you might think that coming against the word of God that I'm speaking, you know, and persecuting me, you know, taking this message away, trying to stop me from preaching the gospel, and by doing so, you're doing God's service, but, you know, but that's not true, you know. この聖書には、この神様のこの福音のメッセージに反対するもの、つれてそういう罪を犯すもの、その義なるものに対して憎むものは、ものの、その神様はサタンだということが書かれてあります。You know, the Bible says that whoever goes against the word of God, whoever goes against the righteous of this age, you know, whoever hates somebody who's more, who's gotten the righteousness of Jesus, and whoever goes against this message of the word of God, whoever promotes sin, their father, their God is the devil.Their God is the devil. You know, この世で自分自身を信頼して、その自分の心により頼む者はの父、そういうことをしている人たちの神様は悪魔であります。And the devil has been sinning from the beginning. この悪魔というものは、全て最初からその罪を犯しています。And you know, the devil has his agents too. He has many false Christs. He has many false prophets. この悪魔というものは、その偽キリスト、偽預言者というものをこの世に使わしています。これ、教会を惑わす、この神の選民、この神の民を惑わすために、こういう、そういう嘘をつくもの、その嘘を信じているもの、聖書に全くその神の御言葉に反対して、反対のことを信じているものを、この神の人たち、この世に、の多くの人を惑わすために、この世に使わし、この教会の中にも潜入、その入ってきました。And so, you know, the devil, you know, he is, you know, the thing is that,that the false Christ will always say that Jesus Christ is not God, he never came in the flesh, and that he didn't die on the cross to redeem humanity from their sins. この本当に偽預言者というものは、そのイエス・キリストが神でなく、その人となり、この世を地上を歩いて罪を犯さず、その十字架の上で、で、また人類のための罪の贖いを成し遂げたということは拒否します。そういうことを拒否するものであります。And that's because, you know, if you go against the fundamental message of the gospel, then nobody will be saved. No, everybody would have to spend the rest of their eternity in the lake of fire and torment by denying the true gospel. So what Satan does is he brings you a false gospel. このサタンというものは、この私たち、このイエス・キリストが十字架の上で私たちを罪の身代わりとなり、その神の怒り、私たちを罪の代価を支払ったという福音の、別の福音を私たちに信じさせようとします。それは、その福も、誠の福音を信じないと、多くの人が、その全てのものが、その地獄で永遠に自分たちの罪のために苦しまなければならない、そういう運命のを直面しなければならないようにするように、そういう運命になるように、サタンはものすごくこの世を欺こうと、その偽宗教、そのイスラム教や、このモルモン教や、偽宗教や、偽預言者、偽キリスト、偽教師たちをこの世に送ります。私たちがその別の福音、この使徒パウロが、その初めのその弟子、そのイエス・キリストの弟子が、イエス・キリストの、復活を目撃した弟子が言うように、その他の私、この聖書に書いてある福音より、他の福音を告げる者がいたら、その人が呪われるが良いということが書いてあります。You know, even the apostle Paul said, if any other person preaches another gospel than this, let that person be accursed.
You know, and I say this heartily because, you know, if you believe in another gospel, if you believe in another Christ, if you believe in another God, you will not go to heaven. You will not go to a better place after you die. 他のそう偽キリストや偽預言者や偽他の福音、間違った福音を信じるならば、この偶像を信じるならば、本当の神様よりも愛する者や人たちが自分の人生にいれば、自分自身が死んだ後は、この死んだ後、この世よりもっと良い場所に行くことは全くありません。全くこの天国に行くことは全くできません。And hell is the place where there is the wrath of God. It says in the Bible that he who believes in the Son shall see life. But he who does not believe in the Son shall not see life. But the wrath of God remains upon him.この聖書に書かれてある通り、そう、御子を信じる者には命を持つ。しかし、御子を信じない者には命に預からないばかりか、そういう人には神の怒りがとどまっているということが書かれてあります。And you know, Ezekiel says, you know, why I get this hard warning is because Ezekiel says that if I fail to warn the wicked, then blood is going to be on my own hands. But if I warn the wicked, then blood's going to be off my own hands. And if you don't accept this warning, then blood's going to be on your own hands.この聖書に書かれてある通り、私が警告をしなければ、私はその皆さんの血が私の手にあるということが書かれてあります。しかし皆さんを警告して皆さんがこの警告を受け入れられなければ、皆さんは自分自身の罪のためにその血を負わなければなりません。So repent of sin. You know, John the Baptist's first message before Jesus came was no fancy church message. このヨハネがこの世に来たのは、来てその語ったメッセージは、そのものすごくその豊かで豪華なこのメッセージ、教会のメッセージはありませんでした。彼はものすごく厳しく、その悔い改めよ、神の国が近づいたということをはっきり人々に言いました。And so you could turn your ear away from the message of God, but one day when you stand before the throne of God, you will have to hear this message. 今この福音の私の言っていることをそのから耳を背けているかもしれませんが、神様の御座、この死後の後に神様の御座の前に立つとき、その父なる神様の元に立つとき、私たちはそういうこの福音のメッセージを聞きざるを得ません。And if you don't accept Jesus Christ as the atonement for your sins, there is no more hope for you in the afterlife. You will be raised up in the resurrection of condemnation, and you will be judged by God. このメッセージを聞き入れなければ、皆さんはその裁きの復活に、復活、第二の復活を体験し、その後には永遠の刑罰、意識しながら私たちの罪のために苦しみなければなりません。そう、自分の罪意識しながら、自分が犯した罪のその罰やその苦しみを受けなければなりません。So repent of sin. なので、すべての罪から、今こそが皆さん、その罪を悔い改めるべき時です。You know, my Buddhist teacher, you know, I used to go to Japanese school, and my Buddhist teacher and my classmates were all Buddhists. 私はその以前、そう日本語の学校に通っていて、私はそう教科書でその仏教の話を読んで、私の同級生はみんな仏教を信じていました。But my teacher was a Christian. しかし私の先生はクリスチャンでした。And so one day she stood up and she said, "You might believe in reincarnation now, class, but you're definitely going to believe in heaven or hell." After you die, 今は輪廻転生を信じているかもしれません。しかし死後には必ず天国と地獄ということ場所を信ざるを得ませんとクラスに言いました。And at that time, you know, I was a practicing homosexual. I was in the New Age movement. I was watching pornography 3 or 4 times a day. 私は以前はその当時私は同性愛者で毎日ポルノに3回見ていた。そう他の宗教を信じていたので。そう私の先生が言っていることはものすごく攻撃的だと思っていました。ものすごく心が責められました。 And so I'm going to obey God rather than man. 私は神に信頼します。人には信頼を置きません。 The message of the gospel must be preached. This is a matter of heaven or hell. これは地獄か天国かを皆さんの運命を決める
もうメッセージでありますか。なので私はこのメッセージを語り続けます。 You know, even the first disciples, the early church, you know, there were people like this guy over here, like a Pharisee, and he will be judged on that day of judgment. But you know, the Pharisees tried to stop the disciples from preaching the name of the Lord Jesus Christ. このパリサイ人もこの弟子たちがイエスの名によって語るこの福音を述べ伝えないように厳しく彼らに叱りました。しかし弟子たちはパリサイ人やこの律法学者を言うことを聞かず神の言うことを聞きました。 You know, because I obey God rather than I obey man. 私は神様に信頼を置きます。人々には信頼を置きません。Because that is what God has commanded me to do. 私がこうやってこう神様に命令されたから、私はこの福音をずっとずっと語ります。永遠なく私が息がなくなるまでこのメッセージを語ります。And you know, you could call the police on me, you could do whatever, but the police won't do anything because they know that what happens after they die. Many of them are Christians anyways.もう私に警察を呼んでも逮捕されても私はこのメッセージを述べ伝えます。私はこのメッセージを飽き絶えずこのメッセージを皆さんにこの福音がはっきりと皆さんが分かる時までこのメッセージを語り続けます。 You know, because the wages of sin is death, and death does not mean cease to exist. この罪の報酬は死であり、死というものは私たちが意識しなくなるというわけでは意味ではありません。You know, it's the beginning of our new life, whether that's in heaven or that is in hell. And both places are eternal. この天国と地獄という場所、これは本当に永遠の場所であります。こうやってand also, you know, there's many people who would want to persecute me and think they're doing a service to God. So, 他の人がそうやって私のメッセージ、こうやって福音の聖書に書かれてある誠のメッセージを語るのをやめさせようとする者が多くいます。そういう人たちは自分自身が神様に仕えていると誠に信じているかもしれません。しかし彼らが信じている神様はこの悪魔サタンです。 You know, people think that by trying to stop me from preaching the gospel, they're doing God a service, but their God is the devil. You see, this world will tell you that Jesus isn't God, but you know, in Romans 9:4, it says Jesus Christ, who is God himself. このイエス・キリスト、神様ご自身だということが書いてあります。 And in John 8, no, I won't listen to you. No, I won't listen to you. You need to read the word of God. You need to repent and get right with God. 皆さん、こうやって迫害する人も多くいますけど、彼こそ悔い改めなければなりません。You know, the thing is that, you know, Jesus says that if you do not believe that I am He, in reference that if you don't believe that I am God, you will dieIn your sins. このイエス・キリストという方は私が神様だということを信じていないと自分皆さんはその罪の中へ死ぬということが書いてあります。それ罪の中へ死ぬということは私たちがその罪のために永遠に地獄の裁きを受けるということです。 And this is serious, you know, this is a matter of life and death, of heaven and hell. You know, God says in the Old Testament, See, I put before you a way of life and a way of deathTherefore choose life, so that you and your descendants may live. この皆さんの前には命と死を置いた。それ命を選びなさい。そしたら自分と自分の子孫が長く生きることができるということが書いてあります。And Jesus says that, you know, that whoever, that God, you know, that God so loved the world that he gave his one and only son, that whosoever should believe on him should not perish.But have everlasting life. この神はこの世を愛した、この世を御子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。さあ御子を信じる者が一人も滅びず永遠の命を得るためであるということが書かれてあります。 And you know, the people who have rebelled against God, who have went against His word, will suffer the condemnation in the lake of fire.そうやってその神様の御言葉に反することをする者はその私みたいにその同性愛や性的罪や神様のご自身がの存在、誠の存在を信じていない者はこの世の後にその第二の死の後には永遠の罪の刑罰を受けることが本当です。
And many churches don't preach like this because they don't believe in God's righteousness and God's judgment. こうやってこのこうやってこう外を入れてこうやって語らない教会が多いのは、彼らはあの永遠の神義なる神、その神様がこの世の罪を裁くということ、全ての人がものすごく罪深くてその罪を犯したということを信じていないからであります。が誠に聖書に反する言葉であります。So you must repent of sin, get right with God today. なので今日こそが神様に対して正しいものとされるべき時です。 And it's only by the blood of Jesus. これはイエスの血潮に委ねなければ私たちは神様の前で義とはされません。 And you know, Jesus wouldn't have had to die on the cross for sins if we could achieve our own righteousness before God. If our good things that we did was somehow good enough to somehow good enough to get us in heaven. So, イエス・キリストという方は、そう、私たちがの良い行い、私たちの義が、もう神様にとって十分に良いならば、イエス・キリストはこの世に来て、私たちのために、私たちの罪のために死ななかったでしょう。But you know, but Jesus did come into this world. しかし、イエス・キリストという方はこの世に誠に来ました。And you see, if you have a problem with my preaching, go to the Word of God yourself. Go to the Word of God yourself. 皆さんがこの聖書に書いてあること、私が言っていることを問題視しているなら、自分自身で神様に言ってください。Because you see, because the gospel must be preached in all of the world, and then the end will come, and people like him will be like, what the heck? You know, but Jesus Christ, let God be true and every man a liar. You need to repent.So, 神様ご自身が真実なお方で、全てのものが嘘つきだということは聖書に書かれてあります。彼こそ本当に私に付きまとったりして、彼こそ悔い改めなければなりません。 You see, because you see, the wages of sin is that この罪の報酬というのは死であります。私たちは皆罪を犯しました。神様に対する罪というものは、そう、他の人を情欲を抱いてみたり、他の自分の心でものすごく悪いことをしたりする、そう、他の人を何の理由もなく憎むものは、私たちそれに心の中に憎しみを犯したと、殺害を犯したということが書かれてあります。 You need to stop. You need to stop. You need to let me be. So you see, this is called harassment. You see, but that's okay. The word of God is being preached. この神様の御言葉というものが語られるのはものすごく良いことがあります。こうやって人が救わ、こうやってそのサタンというものがその反逆の不従順の子らに働き、なのでそういうことをしていて、神の義を隠そうと、その神様の言葉を誠に語っているものをその騙そうとしているものが多くいます。そういう人たちはそうサタンに仕えていて、そうやってそう神の怒りが彼らの上にはとどまっているのであります。 So you see, so this is the thing. You see, light has come into the world. The Bible says that light has come into this world, but men love darkness rather than the light. この光が世に来たにもかかわらず、人々はこの暗闇、光よりも暗闇の方を愛したと聖書に書かれてあります。And so that's why, you know, people want to stop this message because it's exposing the kingdom of Satan, exposing the kingdom of darkness. このメッセージはこのサタンの王国、この暗闇の王国に光を照らし、そのすべてその元にあるものを解放するメッセージなので、こうやってサタンはその罪を犯している人たちの中に働き、その義なるものを騙し、その彼らをあの欺き、あの惑わし、彼らを騙し、この光の小屋をあの攻撃するように促しているのであります。You see, because if Satan came as the way he was, then nobody would ever listen to him. このサタンがそのありのままその自分の前に来たら、皆さんはそのサタンの言っていることには聞き従いません。So you see, so Satan has to shut up the children of light because I have the word of God, the sword of the spirit, and it's going to tear down into Satan's kingdom. この神の御言葉、この剣、神の御言葉はあのこのサタンに対するそうやって剣なので、そのサタンの王国を破壊するものであるので、そうやってそういう人たちは私光の子を最初にその殺そうとします。So, 光の子をあの騙そうとします。And then the next thing that they try to do
is that Satan tries to tempt you to do the things that he does, promising you freedom when he is himself a slave to sin. こうやってサタンが皆さんに誘惑するのは、こうやって神様に対する反対することをやれば、自由を得ると言いながら、自分自身もその罪の奴隷なのです。Jesus says that whoever commits a sin is a slave to sin. And a slave does not abide in the house forever, but the son does.この罪を犯す者は罪の奴隷だということがイエス・キリストが言っています。And the devil has been sinning for, それで罪人、その奴隷はいつまでも家にいることはない。しかし、御子を信じる者はその本当に自由になるということが書かれてあります。その本当に罪の奴隷なのはそのサタン、これ悪魔です。And how he became a slave to sin was because he became delusional in his pride. 彼はその自分の高慢さによりその盲目妄想自分の妄想を神様よりも偉くなるという妄想を信じ始めました You know, it says that God resists the proud and gives grace to the humble 神様は高慢なものを避けそう謙虚なものに近寄るということが書かことがそう聖書に書かれてあります So we must remain humble to God なので私たちは謙虚に神様に信頼を置かなければなりませんJesus is the way, the truth, and the life. イエス様は道であり、真理であり、命であります。And the Holy Spirit that Jesus sent has come into this world to convict the world of sin, of righteousness, and of judgment. この聖霊とイエス・キリストが使わせた聖霊はこの世の罪、この世の誤り、この世の義と裁きを行うためにこの世に現れました。But it's to for those who put their faith in ChristAnd turn away from their sin. He is a comforter. このイエス・キリストに信頼を置いて罪から離れる者にはすべてこの憐れみ、慰めるものであります。But the Holy Spirit, you see, we have to obey. What you see, because whoever is born of God does not continue in sin. この神様から生まれた者は罪を犯し続けないということが聖書に書かれてあります。You see, they hate the works of the devil. この罪、その悪魔の働きというものをものすごく心の中、心の奥から憎んでいます。So we need, so that's how to be a true. But you know, if you're not in Christ, if you believe in another religion, if you, no matter who you are, you know, you are a child of the devil. このキリストに置かなければ私たちは皆悪魔の子供、子らであります。And the only way for you to be from going from a child of God.To becoming a child of the devil, to becoming a child of God, is repenting of your sins and putting your faith in Jesus Christ. So, 本当にその悪魔の子だから、その御子、神の御子の身分を受けたければ、私たちは罪からすべて悔い改めて、自分の罪深い生活を捨て、自分自身を捨て、自分自身を拒絶し、イエス・キリストに信頼を置かなければなりません。You see, because there is really an afterlife, and there you cannot change reality of the afterlife by your own imagination. 自分の想像力でその死後の現実を変えることは全くできません。Because God is the creator of reality. さあ、神様がこの現実の想像主だからであります。So, you see, we have to submit to God, resist the devil, so that he will flee from us. こう神にへりくだり、そう悪魔を抵抗し、私たちはこういう悪の世を離れなければなりません。Jesus is the way, the truth, and the life. イエス・キリストという方は道であり、真理であり、命であります。And many people are uncomfortable with this message because they're living in sin, because the devil has made them comfortable in the worship of themselves. こうやって悪魔が私たちが自分自身を礼拝するのに、その都合よくその快適であるようにしたので、私たちは神様に戻ること、その栄光を期することはできなくなりました。なので、本当に悔い改めなければなりません。We have to repent. You know, actually, Naaman, you know, he was, you know, the thing is that many people say, well, why does God not bless me in this life? なぜ神様は私の人生を祝福しないのかというものが多くいます。And then half of the people say, well, why does bad things happen to good people? なぜその悪いことが良い人に起こるのかということを尋ねるものが多くいます。But the problem is that there is nobody good in the eyes of God. 誰もそう神様の目では良い人々はいません。The only righteous person in the eyes of God was Jesus Christ.
こう神様の目の前で最も良いお方はイエス・キリストご自身だけです。And so, you see, even a bad thing happened to the best person in the, in the whole entire universe. この銀座、この世で、この世の中で最も良い人にこそ最も悪いことが起こりました。これはイエス・キリストです。もう自分の罪人、罪人と刑罰さえ何の罪も犯していないのに、神様により刑罰、神様によりその罪人とされ、自分の命を落とさなければなりませんでした。神の怒りを自分の身で負わなければなりませんでした。But the thing is that, Jesus, you know, even he experienced the most horrific form of death. But and also many people say, well, you know, why does, you know, things not go well for me? Well, that's because of disobedience to God. これは神様に、皆さんが自分自身には神様により祝福されないのは、自分が傲慢であり、そう神様に反乱しているところが、そう人生の生活で神様に反乱しているところが多いからであります。So you see, the Bible says, you know, when we come to Christ, we have to throw away ourselves. 自分自身をキリストに来れば、私たち自己自身は十字架を背負い、自分自身を捨てなければならないということがはっきりと書かれてあります。So we must repent of all of our, you know, even if it's lust, pornography, you know, adultery, we need to forsake those sins. これポルノやその姦淫やそういうことから離れなければなりません。Many people say, well, lots of the people in the church watch pornography. So, ポルノ、多くの教会に通っている人はポルノを見ているじゃないかと私に言うかもしれません。But it doesn't mean that, even if many people does something, that doesn't mean that it's right. 多くの人がそのことをやっている、その技を行っているからといって、その技は神様の前では正しいわけではありません。We have to repent. なので本当に神の御言葉を読み、神様によりその何が正しいか何が正しくないのかと自分自身をその神様の言葉で自分自身の人生や在り方や心、自分が考えていること、心で思っていることをその聖書の立法により評価しなければ、自分自身を正直に評価しなければなりません。So you see, because one day we will stand before God, and God made it clear, you know, what sort of sins will take you to hell, what sort of things will is right before Him. 何が間違っているか、何が良いかというのは、その聖書、神様が聖書を通して、その人々を通してはっきりとその66巻で示されて、自分の立法を示されております。So we have to repent of our sin. なので本当に私たちは罪から悔い改めなければなりません。You know, the Bible says, repent for the kingdom of God is at hand. この聖書には、悔い改めよ、神の国が近づいたということが書かれてあります。So, you see, Jesus is the way, the truth, and the life. The devil is real, you know. The devil, you see, the thing is that, you know, Jesus said that to his disciples and to all of his followers, that if the world hates you for all of the sin, for you exposing their sins, know that they didn't hate you.But they hated me first. このイエス・キリストが言ってるのは、その弟子たちやその自分自身に信頼を置く者に、その自分が嫌われているのはあなた方のためではない。その私のためであるということはイエス・キリストは言っています。And Jesus, you know, many people are controlled by the God of this world, Satan. But you know, there is the God of gods, the King of kings, Jesus Christ. この世はそのこの世の神、そのサタンに支配されていますが、その主の主、王なる王、その神なる神、神々の神であるイエス・キリストはこの世に来て、このサタンというものをその永遠の刑罰、その永遠の火に投げ込みます。でこの世のもうこの十字架の上でこのサタンの支配下を打ち砕きました。なお本当にこうやってその悪魔の働きを私明るみに出すもの、私みたいにこの福音を伝えるものにものすごくサタンは怒りを持っています。 Because Satan wants many people to go to hell with himAnd do the things that he does. このサタンというものは他の人々が神の形により作られているので、どんなにその人々が悪魔を愛してもこのサタンというものは皆さんを多くの人を自分と同じ場所同じ地獄に引きずるよう引き
に連れていくようにものすごく努めているのであります。But Jesus Christ even works harder to save the soul. しかしイエス・キリストというものは皆さんを愛しているので、悪魔をその自分自身の身の害になるほどその悪魔とのあのあの王国を打ち砕き、そのものすごくその辛い死に方をし、私たちをあがなうように努めてくださいました。So Jesus is the way, the truth, and the life. イエス・キリストは誠に道であり、真理であり、命であります。And and you know, Jesus will, at the end of the day, he will separate the sheep from the goats. So 最後の日には、彼はその羊と狼、羊とその他のヤギを分けます。You know, those who believed in him and those who didn't. その信じたものと信じていないものを自分の裁きの座により見分けます。You see, the blood of Jesus is the only way. And you know, 神様は侮られません。そう、人が狩るものは、そう、巻くものは自分で狩ると聖書に書いてあります。You know, the Bible says that God is not mocked. Whatsoever man soweth, that he shall also reap. So, you see, so Jesus, you know, even went to the extent to even be, make other people offended by him. You know, he offended the Jews. You know, the Jews said, well, Jesus, he's so uneducated, but why is he preaching the words of God so accurately? And they said, oh, we shouldn't listen to him. このユダヤ人たちは、心が高慢に満ちていたので、そのイエス・キリストは学問もないお方で、彼に引き従うのは愚かだと、他の人たちに言いました。But that was because they were in their sin. They were prideful in their sin. しかし彼らはものすごく自分の罪においてものすごく高慢だったから、そういうことをしていたの。そういうイエス・キリストに対して、その誰がそのイエス・キリストにそういう権威を与えたのだとか、そうやってその嫌がらせやそういう言葉をイエス・キリストに言いました。So you need to repent of our sin. なので私たちは自分の心をその探り、神様により神様が私の心のに光を照らし、どういう場所で本当に罪を犯しているのか、どういう場所で神様の栄光からほど遠いものとなっているのかというものをことを神様により正直に評価させて、自分の人生や心や思いを評価させてもらわなければなりません。You know, I used to believe in New Age. I used to believe that all roads lead to God. Until I figured that none of those gods never ever took the pain and the agony of humanity's sins. こうやって他の神々は、すべてその神様への道だということを信じていた私は、その自分が自分でその聖書を読んでいたとき、初めて読んだときは、こうやってその人類の罪の苦しさに入ったお方はイエス・キリストだけだということが分かって、そういう他にはそうやってイエス・キリストの行いをした神々はいないということをことにより目が開かれ、本当にイエス・キリストに信頼を置きました。And many people might think that if they believe that all roads lead to God, they're being very tolerant. その皆さん、その全ての道が神様への道だと信じているならば、自分自身がものすごく心がひどくて、そのイエス・キリストしか神様への道はないと言っている人たちは心が狭いと思っているかもしれません。But you know, if you do believe that all roads lead to God, you believe that that's the only right way of thinking, and that's the only way, that's the only right way of thinking about God.こうやって全ての道が神様に至ると思っているなら、そういう発想が発想だけが正しい考え方で、そうやって自分自身の考え方、そうやって自分自身の世界観だけが正しい世界観だと思っているので、自分自身も心が狭いと思います。So, repent of sin. Now, 本当にその自分自身の考えていること、自分自身が信じていること、自分自身の世界観を最も調べなければなりません。本当に自分が信じていること、自分が信じてなぜこういうことを信じていないのか、なぜキリスト の復活や死復活蘇りを信じているのか、なぜイエス・キリスト聖書を信頼しているのか、ものすごくそういう質問を神様に聞いたら、そうやって神様が自分 の, 疑問に思っていることを、いや自分のものすごく深い質問を全て答えてくれるお方であります。
You know, but you can't question God at the point of your death because you're going to stand before God soon. So, だけど死ぬ前にはその神様にあの問う質問なんかは全くありません。You know, because それは本当に神様の御座の前に立つからです。And you know, God is a fair judge. 神様というのは本当に公平な裁判官であります。全ての律法によって、その自分の律法によって罪だということはあの全てその裁きます。And all people will be judged by God. So, 全てその人々が死後にはその神様により裁かれるのであります。And so Jesus is very serious about sin. このイエス・キリストという方はものすごくこの罪に対して最も厳しくて最も真剣に思っておられるのであります。And so repent of sin. 本当に今こそがその罪のに対して真剣になるべき時です。And so a few last stories is that, you know, When I was practicing homosexual, when I was in the New Age movement, when I was watching pornography four times a day, you know, I choked on, and when I used to believe in New Age, when I was doing witchcraft and yoga, I choked on ice cold water and the ice went down the wrong pipe. 私が同性愛者で、その同性愛者向きのポルノを毎日 2,3 回見ていた時、あの私クリスチャンになる前でその魔術を行っていた時ヨガや瞑想をしていた時に私はその氷が入っていた水を飲みその氷があの氷によりその窒息しました。それ窒息しながら死んでいる時に神様のことを全くあの何も考えていませんでした。 So as I was suffocating to death, I wasn't even thinking about God. If I died in that state, you know, I would have been burning and suffering in hell for my sins for the rest of eternity. 私はそうやってその神様の信じていなかいずにその死んでそういうふうに死んでいたならば私は今こそその本当に地獄で永遠の刑罰を受けていたでしょう。But you know, God had mercy on me that day. The ice melted, and I started to breathe. その氷が溶け、私は本当にその自分のあの息を取り戻しました。And so, but the thing is that, you know, that's why we need street preachers here. You know, both in Japanese and English. 本当にこうやって日本語でも英語でも福音を語る人が必要です。本当に誠にイエス・キリストの性質を皆さんこの世に明らかにし、この福音を全世界に述べ伝える人が必要です。それは全ての人がその神様の御座の前に立ち、本当にその死後の前には本当に神様のことを考えなければなりざるを得ないからです。You know, and if you die without Jesus, it's not going to be good for you. そのイエス・キリストという方とこの彼の福音を誠に信じていない者は、そのこの死後には誠に本当に偉い目に遭ってしまいます。なあ今こそ悔い改めるべき時です。So now's your chance of repentance. You know, the Bible says it's appointed unto man to die once and then the judgment. この人にはその一つ命があり、その命が終わったら、この地上の命が終わったら、神様の裁きを受けるということが聖書に書かれてあります。So repent of sin. なのに今こそが、皆さん今こそが罪から悔い改めるべき時です。So you see, because, you know, Jesus says that preach while the light is in the world, because darkness is going to come into the world. この福音を、その光があるうちにこの福音を伝えよう。その暗闇がすぐに来るとイエス・キリストは言っています。And there's coming a time of famine, not a hunger of bread, nor a thirst of water, but famine from hearing the words of God. この飢饉というものがこの世に来ます。それはそのパンやその水の飢饉ではなく、神の御言葉を聞くあの飢饉であります。And the Bible says that faith, true saving faith,comes from hearing and hearing from the word of God. この本当の誠の救いの信仰というのは聞くことにより始まり、その聞くのはその神の御言葉を聞くことにより、私たちはそのキリストの信仰の始まりだということが書かれてあります。So we have to really understand, you know, the severity of our sin. 私たちはその罪のその結果罰やその罪の厳しさを誠に神様によりその神様に聞いてそうやってその罪の真剣さを心の中で受け入れなければなりません。The Bible says to fear not the one who could kill the body, but fear him who has the power to cast both body and soul in hell. この聖書にはその人の体を殺す者を恐れてはならない、その体と魂を殺すことのできるお方を恐れなさいと聖書書かれてあります。And we ought to obey God rather than man. この聖書にはそう神様にあの従う人よりは神様に従わなければならないということが書かれてあります。And it says that, you know, that, you know, many people don't preach about hell, about the reality of God and the reality of sin and
the judgment after this life, about hell and eternal conscious torment, because they're afraid of persecution. ものすごくその多くの人たちが迫害を恐れているので、こうやって神様の裁き、神その自分の罪のための永遠の苦しみの、この世の後の永遠の苦しみや、その自分の罪の刑罰のものすごくその罪の厳しさ、いやその永遠の地獄の苦しみのことについて話しません。彼らは迫害を恐れているからです。But you see, but where I'm going to preach the word of God because I love the person. これ本当に神様の御言葉を誠に語っているのは皆さんをものすごく愛しているからです。You know, because God loves you enough to tell you the truth. これ神様は皆さんが本当に愛しているので、そうやって真理を、その神様を憎んでもそうやって真理を語っているのであります。So repent of sin. なので本当に罪から悔い改めてください。Repent of sin. 全ての罪は本当に神様からほど遠い自分たちをその離れ離れにするのであります。神様の栄光や神様の召し、召集を拒絶するのは、拒絶したいならば本当に罪というものを犯したらすぐに神様から離れ離れになってしまいます。But, しかし神様というお方は本当に罪の贖いという道を私たちに備えてくれました。So repent of sin. なので本当に罪から誠に悔い改めてください。本当に時間は短いです。イエス・キリストという方は皆さんを悔い改めに招くためにものすごく憐れんでくださいます。しかしその罪からその告白し離れなければなりません。You must confess your sins, forsake them. So you see, Jesus is the way, the truth, and the life. イエス・キリストは道であり、真理であり、命であります。皆さんを誠に愛しておられます。自分自身がその自分の敵のため、皆さんは神様の敵でありますけど、神様と和解する道はイエス・キリストです。You know, and this place is a symbol of America and Japan reconciling. この場所は平和記念館でアメリカと日本の和解の象徴の場所であります。しかし皆さん、神の国の王、であるイエス・キリストと和解しなければなりません。それは自分の罪を悔い認め、その悔い改めて、その憐れみをイエス・キリストから求めなければなりません。その十字架の福音を、誠の福音、その他の福音ではなく誠の福音を信じなければなりません。Praise the Lord.